私は今までの自分が大嫌いで、自分をさらけ出したこともないし、本気でやってこれたこともないので、この意味で死ぬ者狂いで本気で自分をさらけ出しながらやりたいです。それでは、歌唱審査に移ります。それではよろしくお願いいたします。エントリーナンバー71番、鈴木ひとみです。よろしくお願いします。緊張しました。すごい緊張して、歌も練習してたんですけど、すごい声震えちゃって、いまいちだったかもしれないんですけど、やりきった感はあったので後悔してないです。アイドルらしい振りとか好きなので、振り付けの 3つポーズする中でそれとかアピールした できたらなと思いました。最終オーディション通過者の発表させていただきます。71番、まさかと思って何回も確認して、すごいびっくりして、ファンの方に生きる元気を与えられるようなアイドルになれたらいいなと思うのと、もともとモデルさんもやりたかったので、そういうファッションのお仕事とかにも関わっていけたらなと思います。挑戦して大きなグループになっていけるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。姉妹グループ12人に選ばれたメンバーのグループ名は Not Equal Me です。Not Equal Me グループ名いただいて、なんかすごい、これから始まるんだなって、みんなで辛いこともあると思うんですけど頑張ろうって思います。東京都出身、高校2年生、17歳の鈴木、ひーちゃんこと鈴木ひとみです。ひーちゃん、ありがとうございます。これから自分らしく精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。イエーイ。お披露目も、実際にファンの方とお会いして、すごい
お名前、ニックネームも呼んでくださって、すごい温かいファンの方で、すごい良かったなって思いました。やるって決めてやる。はい、はい、はい、いきます。お願いします。本気で声を出してますか？本気じゃなかったです。瞳もさ、もうただニコッとしてるだけで何にも感情がない。ここで止まってるよ。届けたいと思ってない。この先にお客さん見えてますか？ね、私笑ってるから勝手に見てねえだよ。あなたのパフォーマンスは届かない。何にも響かない。また同じこと繰り返す。勝負かけてここまで来たならやりきりなさいって。はい。なんか一人でやるとき手あげようと思ったんですけど、あげれなくて、情けなくて、うん、アイドルがやれる環境に来たじゃない、ね、今までたくさん悩んでたと思うし、これからは、ね、どう悩んでもどこにも行けないっていう悩みじゃなくて、自分がやりたかったことが思いっきりやれるわけだから、だからまだ吹っ切ってないし、必死になってないかな、うん、でもよかったね。よかったです。でもこれからだからね、はい、頑張って。はい、お疲れ様です。なんか、自分、今までの自分が嫌で変わりたいと思っていたんですけど、今日のレッスンで、まだ今までの自分を捨てきれてなかったなと思って、なので、もっともっと頑張りたいと思います。お疲れ様でした。今までの自分が嫌で変えたいって言った、口では言ったんですけど、行動にできてなくて、そういう自分を発信というか意見を言ったりとかが本当に苦手なので、そういうのをできるような人になりたいっていうのと、あとパフォーマンスでも結構思い切ってやった方が魅力的なパフォーマンスになるし、ファンの方も見ていて、なんだろう、飽きないパフォーマンスになると思うので、そういう自分をさらけ出してパフォーマンスできるようになりたいと思うので、他の人にはできない自分らしい、なんて言うんだろうな、表現というか、そういうのをできたらいいなと思ってます。鈴木ひとみです。東京都出身です。17歳です。自分らしく精一杯頑張ります。よろしくお願いします。